はい、どうも、ハピネスダークのハピネスです。ウォーフレーム日本初日本人クリエイターコラボ配信記念、ウォーフレームデラックススキンプレゼント企画の当選者発表の動画になります。こちら最大2名の方が選出されます。で、こちら改めて、どういったプレゼント企画だったかということを説明させていただきますと、先日2022年3月25日の金曜日にですね、日本人のウォーフレーム公式クリエイターの自分ハピネスと、あともう一人、安尾さんという方とね、一緒に初めてコラボ配信というものをやらせてもらいまして、で、そちら公式のウォーフレーム公式、まあ、デジタルエクストリームさんですね、が、スポンサーをしてくれまして、視聴者の中から最大2名の方にお好きなウォーフレームデラックススキンをプレゼントいたしますということをね、行って実施してくださいましたので、今回はその抽選に際して応募をねたくさんしてくださった方々がいらっしゃいましたので、この中から、総勢ちょっとテスト回数を抜くと192名なんですけれども、192名の中から2人の方を選出させていただきたいと思います。はい、こちらね、抽選の方法の詳細な説明をしながら、動画の後半に発表を行っておりますので、結果だけ見たい方はねこの段階を飛ばしていただいて、結果の方に、飛んでいただくということでよろしくお願いいたします。はい、で早速なんですけれども、こちら MW ソフトさんというねウェブ上でのランダム選出ツールを使用しながらですね、皆さんのお名前を一人一人、出させていただくという形をとっております。で、今回は、番号を使用するんですけれども、このランダムツール、もうすでに何回かも、俺も、そのプレゼント企画では使用させていただいていて、この一人っていうところの抽出を押すと、こんな感じで、クバーとか出たりだとか、まあいろいろとね、こんな感じで、ランダムに選出することができるんですね。で、今まではですね、皆さんのニックネームとかアカウント名でやっていたんですけれども、アカウント名は完全にここにね公表しない状態で完全に伏せさせていただいてます。で、皆さんがね必須入力項目となっていた、ニックネーム、そして欲しいデラックススキンの名前などなど、まあここに書いてあるんですけれども、今回ね抽選に、際して使用するのはこちらになります。1から192までの番号ですね。ちょっとここの例というものは補足の説明に使用しますので、こちらはちょっと今スルーしていただいて、今この番号を、全てコピーしました。そしてこちらにペーストすると、こんな感じでね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と、1から192の番号がね、今選出されました。例えばですね、この辺に適当に貼り付けると、はい、こんな感じで、今、このランダム抽選ツールの方からコピーして、ここに直接貼り付けて、まあ、間違いなく192番まで入っていることが確認できましたね。はい。これによって、皆さん応募していただいた全員がちゃんとここに参加したという証明になります。で、ここから先ほどのように1人抽出を押すと、ここに番号が、2つ最大2名の方ですね、選出されますので、それに対応したニックネームの方を、発表させていただきます。この動画ではね、アカウント名は絶対に公表しない方向性で、ニックネームで公表しております。まあもちろんね、あの DE の公式に当選者のお名前をアカウント名でね、お送りしますので、後ほどこちらを参照させていただきたいと思います。はい。でなんですけれども、応募された方はね、その詳細の説明のところにも書いてあったんですけれども、これ同じ人いるんじゃないのって心配する方いらっしゃると思うんですけれども、アカウント名はね、同じもの作れないですし、名前が被ると、こんな感じで、色塗りされるように、俺関数入れているので、絶対倍率が崩れないように設定されています。まあ、どういうことかというと、まあ、これハピネスダークって書いてありますけれども、これ、違う人だったとしたら、例えばハピネスダークさんとハピネスダーク1っていう方がいたら、こんな感じできちんと変わりますので、全く同じ値が入力されていない限りは、色塗りもされないですし、色塗りされているものに関してはもうすでに重複は省いてあるので、倍率には変動はありません。はい、なのでね、ちょっとここは本当は不要箇所なので、こうやって消すと、192名の方ですね、最大参加してくださっているという感じです。はい、では192分の2ですかね、その中から、選出されることになります。はい、ではもうここが一番緊張する、俺もねやってる俺も緊張するんですけれどもこちらね、早速発表の方行きたいと思います。まだねこの番号が選出された後に誰だかを後で確認する工程が入るのがより一層緊張するという感じです。はい、まあちょっともったいぶってもしょうがないと思うので、サクッとまず1人目の方を発表していきたいと思います。こちらの方です。25番
25番の方です。25抜けてますね。はい、25番の方は誰でしょうか。デル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 ダン、ストロングマンショーさんです。おめでとうございます。パチ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 。ではこちら黄色塗りにさせていただきたいと思います。当選者様の番号を黄色塗りでいきます。はい、そして次の方です。これ番号なのがすごい平等性ありますよねちょっと今後ね、プレゼント企画はこういう風にやっていきます。では次2名目の方っていうのかな、いきます。ドン、162番、162が抜けていることを確認します。はい、162番の方です。この方です。どなたでしょうか。おひたしさん、スイッチ勢の方ですね。おめでとうございます。こちら黄色塗りにさせていただきたいと思います。はい、こちらね、162番、おひたしさんですね。はい、以上となります。今回ね、この2名の方にプレゼント企画の、当選がなされたということで、改めまして皆さん、この動画をご視聴なさっている皆さんも改めましてね、2名の方に、大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。こんな感じでね、ハピネスの方ではたびたび今後もプレゼント企画をちょっと実施していこうかなと、今までちょっとやってたんですけれども、また再開する予定がありますので、もし興味がある方はね、ぜひ、こうした抽選企画にも、ふるってご参加いただければと思います。こちらの当選者の方につきましては、この動画の収録が終了したと同時にですね、公式の方へ、情報をお送りさせていただきますので、後日、このデラックススキンがね、お手元に届くのをお待ちいただければと思います。届く日程や、日時に関してはちょっと公式の方にお伺いしてですね、動画説明欄の方に、合わせてご記載をさせていただいておりますので、そちらも合わせてご覧ください。はい、そんな感じで今回はプレゼント企画の発表動画でした。皆さんご視聴ありがとうございました。そして、当選された方々おめでとうございます。ご参加くださった皆様もね、本当にありがとうございます。また今後ともね、日本人クリエイター勢もよろしくお願いいたします。